ポンさんが今まで作った動画の中で一番気に入ってるのはどれですか？あ、一番気に入ってるやつないな。ないよ。動画は自分のために作ってないからな。みんなのために作ってるからな。自分が気に入るやつはないかな。みんなが気に入ってるやつを僕は気に入ってるわ。だったら。お願いします。あ、インクだ、インクだ、インク。やべ、めっちゃいいとこ来るやん。マジこうなった時のあのね、スペースシューター絶望的。本当にマジでスペシャル貯めてでしゃん。いやマジ本当に外した、外した、外した、頭にしゃんしゃんしゃん。あ、マジ外した、ごめん。あ、マジ外した。わかるぜノバブラさん。ナイスー。高橋とマッチなんですけど、デスシマクチェって切れてました。なんかあの高橋が悪いよ、高橋ってやつが悪いように見え、その思っちゃうかもしれないけど、全国の高橋さんはあの全員悪いやつじゃないからな。全員デスマシンじゃないからな。うん、高橋って見たらちょっとあいつは悪いやつだなって思うのは良くないからな。良くないってか、あ、ダメだからな。うん、いい高橋さんもいるんだからな。ポンさん、私は親指を紙で切りました。お金いくの320円請求。お疲れ。エスプラ4だと。エスプラ4やね。そう、いや、ちなみに言うけどガチだからね。本当に別に手なんて抜いてないからね。全力やで、マジで。本当にいや、僕の弾が分裂したのかと思った。友達にポンさんをおすすめしてるのに見てくれません。ちょっと約束した方がいいですかね。いや、無理やり見せるものではないんで大丈夫ですよ。逆にそこまでしてちょっと見てもらうっていうのはなんかちょっと恥ずかしいな。ね。ラッキー。オッケー。ああ、頼んない。あ、ちゃあちゃあちゃあちゃ。バカまずくね。うわー、めちゃくちゃ優秀やろ。知らんけど。ポンさん、私せつなさんは1月31日に結婚いたしました。おー、めでとうございます。めでたいですね。それはガイさんが来た時にスパチャ報告しますね。ガイさんの反応が見て。ガイさんはね、で終わりだと思う。かもしくはネットだと思う。マジ誰かわからない。本当にマジだ、マジ笑った。ガイさんって本動画出てないとき、ポンさんの動画見るんですか？見ないんじゃないの。あんまり聞かないけどね。いいねはしてくれるけど、どうなんだろう。自分が出てる動画やもんな、一応は。壁に当たってたで今。そんな僕を倒したかった今。ラッキーパー。トラップで消えてった。ナイス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 。僕ね、友達はね、マジでね、作らないタイプだな。 LINE を交換せんねん、絶対に。私友達だろ。ヘッド、いやマジブラスター、あぶねえ。ラピカヘッド、あ、フォーがね、はい、おで、おー、よこすもんがあるんちゃうんか、それ。手は出さんぞ。渡すもんあるやろ、渡すもんが。つけられとんねん。渡すもんあるんちゃうんか。お手、はい、ワーン。安いもんだぜ。まったく人間ちょろいな。あっぶねえそれ。いや、まだ焦る時間ではない。落ち着け、冷静に考えると。
いろんなもんが出てきてる。ラフィやらクイボやらなんやら、本当にダイナモやらも。ニオチやニオチニオチニオチ。よし、これでやってもおしまいよ。塗りよこれ。オッケー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 。ジャーン！ナイス。今月と先月の家賃です。スライド系のエイム合わせることって何ですか？スライド系武器を使った時だろう。まあまあまあ、どっちにしろ知らないんですけども。アイスー、アイスー、ありがとう。何もしない。あ、ごめん、今なんかちょっとなんかバグレーだな今のは。適当に撃ったな今のは。え、甘っ。パキンヨンがって今甘っ。なんかアーマーが剥がれてた音したけど気のせいだ。北海道住んでいるフォロワーさん、電気代が11万来たって泣いてた。えぐいなそれ。オーストラリアに住んでるんでちょっとわかんないっす僕は。ヤッツバーラーいるとこですね。そうオーストラリア設定、設定とは。あーいいね、ナイス今の連携。うおほん、なんで流れでしたね。うん、悪くないっすよ。あ、悪くないっすね。これこっち来るで。お疲れ様さ。96と52、96と52アイアウトって70みたいなのあんのかな、出んのかな。ね、出たら面白そうだよな。私はそこにはおらぬぬぬ、完璧。ぬぬ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 。俺は楽天カードマンになっちまうと思ったけど。ぬぬ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 。くんねこっち。ナイスー。え、これこのままさ、オープンでさ、マジで、え、エスプラ5いける？もしかのもしかのもしか。この忙しさの反動で爆食いしてしまいます。どうしたらいいんですか？友達に頼んではいいんじゃない？次ちょっと食ってたらぶん殴ってくれみたいな。毎日食うもんを友達に報告すんねん。これ食べましたって。で、友達の反応見て、友達が急に殴ってきたら、そういうことやねん。よし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 。わお、発想が脳波気取ってるゴリラだよ。いやでもそうだろ、自分で無理なら他人にねやってもらえればいけるで。マジで本当にほんまよほんまよ。マジ嘘だと思うならやってみ本当に。はー、よし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 。ポンさん初心に戻るために挨拶しません。初期の皆さんこんにちは、ポンシバのニアのポンシバです。どうしてチャンネル名ポンシバのニアにしたんですか？もともと名前がポンで、でチャンネルを変えようとした時に名前を変えてポンシバのニアになった。なんかすんごいなんかいろいろ省いてるけど、まあそういうことなんですよ。見えたで今お前。まあでも皆さん気になりますよねそういうの、うん、なんで本芝の庭、なんで庭なのとか、本芝っていう名前、名前だからわからんでもないけど、なんで庭なのみたいな。まあチャンネルが庭だと思ってもらって、みんなが、ね、来て一緒にワイワイ楽しんでくれるといいなという意味で庭にしました。でも庭は僕の家なので僕がルールです。うん、概要欄を見ればわかると思いますけども、俺がルールです。なので変なやついたら消します。よろしくってことなんですよ。これ本当にエスプラ5いけるんちゃう？いやでもなんかちょっと邪道感あるよな。でもまあでも8をちょっとずつ上げれるぐらいの能力があるなら間違いなくね。すでに10はねリッターを使えばいっているはずなんですよ。なんでいかないか、これはスペースシューターを使っているからなんですよ。僕は今呪われておりまして、スペースシューターをチャレンジをやるときは絶対スペースシューターじゃないとダメっていう縛りがあるんですよ。呪われてるんですよ。
いや、それが当たるのか意味がわからない。ちょっと何言ってるかわかんない。本当にわかんない、わかんない、わかんない。やつ倒す、やつ倒す、やつ倒す、やつ倒す。今当たってないですか？なんかブラストいなくない？全然。味方がやってくる。ずっと潜伏してんのか、そこで。パパ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 パ勝てるんですよ、それがね。もう本当に申し訳ないんですけども、だってこれチーム勝てないもん、あんまり。本当にこれはもういけたらタンバリンシャシャンですよ、本当に。ヤッフー、これは勝ち確ですよ、本当に。もう当てれるもんだ、当てみな。僕を当てれるかな。帰りよ、来たくー。無理無理無理。残念だったら私を当てることはできないの、お前の。本当にしまった、あぶねえ。ありがとうございます。平井剣でやられる、お前ら。今回何もしないな。いや、これ味方強い説あるな。うん、いや、そうだな。いや、それだ。あと4、スクイックリンブラザーズがね、ちょっと地味に怖いよな、本当に。覚醒すんねん、やつら急に。ガラキキキキ、あぶねえ、あぶねえ。ヒヤヒヤよ、ヒヤヒヤ。はい、お疲れ様でーす、頼りはい、よいしょ。え、そこに引っつくんだ、平井剣って。初めて知った、それ。吸盤みてえだな。うん、ラッキースクイックリン使えるようになったら面白そうだよな、本当に。本さん、スシロー事件はどう思いますか？どう思うか、思うかか、思うかか、思うかは何しようねんと思うくらいかな。うん、パシパシが当たらない。よし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 、エスプラ5やで、地道に開けた、これ。めっちゃ溜まっとるやん、ムキムキの天才が。たった一人の坊主。いじめられるやん。いやー、出んなー、ムキムキの天才、出んなー。あ、紫来た、初代的。一番使わんねえ。めっちゃすごくない？見てよこれ。え、普通に強い。何連勝してんの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11連勝してんで、強くないか。というわけで、またいつかの動画、もしくは生放送でお会いいたしましょう。バイ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 。